群馬県立歴史博物館に展示された、甲を着た古墳人の複製甲を着た古墳人は、2012年11月19日に、群馬県渋川市の金井遺跡群の一つ、金井東浦遺跡から発見された、成人男性人骨である。古墳時代の6世紀初頭に発生した、春な山大噴火の際、 小ザネ港と呼ばれる港を着たまま火砕流に巻き込まれた人物で日本の発掘調査史上初の発見として注目された。金井東浦遺跡春名山春名山と遺跡の位置、渋川市金井の金井遺跡群は春名山北東山六に広がる戦場地上に立地する。古墳時代当時の群馬県域は浅間山や春名山の大規模な噴火にたびたび見舞われており、 当地域には6世紀初頭の噴火による、春名山日武渋川火山灰と、6世紀中頃の噴火による、春名山日武イカホカルイシという大量の火山噴出物が降下し、分厚い堆積層が形成された。春名山日武の6世紀初頭の噴火の際には、火砕流を含む、計15回にわたる HRFA テフラの硬化、 堆積が確認されているが、三つ竹の北東 8km に位置する、金井遺跡群の古墳時代集落は、最初の噴火と後廃の後に発生した火砕流の直撃を受け、芝叩く間にテフラに埋没したと考えられている。この火砕流で被災した他の同時代遺跡として、著名なものに、渋川市の中筋遺跡が知られる。また、6世紀中頃の HR、 FP テフラにより被災した遺跡としては、同市黒い方遺跡が知られる。金井東浦遺跡と上信自動車道、渋川市内では、関越自動車道、渋川伊香保インターチェンジから、長野県の上信越自動車道までを連絡する、地域高規格道路、国道353号金井バイパスの建設が行われており、道路敷設予定地域に存在する埋蔵文化財、放送地について、 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団による発掘調査が行われていた。この内加内東浦井跡域内を通過する道路建設部分では道に沿った細長い調査区が設定され内部を13区に細分して2012年9月から発掘調査が開始された。9月に調査が開始された加内東浦井跡では HRFA 層と hrfp 層が合わせて2メートル以上、堆積していた。その下から、古墳時代後期の縦穴住居や、溝上以降、道路、5世紀後半の古墳2期などが発見された。そして11月19日には、第4調査区の31号校と命名された、溝上以降から、こう来た、古墳人が発見された。こう来た、古墳人は、 31号校の底から発見された。溝の底で膝を曲げて腕を地につけ、うつ伏せにうずくまるように倒れていた。胴体には短冊状の小鉄板である小金を紐で脅した小金孔を身につけていた。31号校の遺構内部を満たす複度は HR-FA テフラで充填されており、孔を着た古墳人が火砕流が襲来した際に溝の底にうつ伏せ、 そのまま直撃を受けて埋没したことは確実である。古墳人の遺体周囲には同時に火砕流に巻き込まれた同人物の所持品と見られる遺物なども埋没していた。古墳人の所持品と見られるものとして、矛と鉄属が検出された。矛は人部袋部とは部との境目付近に数の性の装飾が付けられているものであった。数の性の装具を伴う矛の出土例は 熊本県宇城市の国越古墳出土例、福岡県行橋市の東道21号墳、出土例がある。鉄族にも数の製の装飾が付けられており、他の事例では、大阪府羽び野市の峰が、塚古墳出土例があるが、極めて少ない上当時古墳人が一堂に装備していた矢のすべてに、数の層が付けられていた事例は、本遺跡が初であった。他に、 古墳人が装着しているものとは別にもう一両分の小座根鉱が見つかった。これは鉄製ではない小座根で構成されており、発見当初は骨製と報じられたが、後に数の製と判明した。骨を使用した鉱は大韓民国の夢村土壌でいる異例があるが、日本国内のまた六角を利用した小座根鎧は初の発見例となった。このか周囲では首飾りをした。 女性人骨一体、幼児人骨一体、乳児人骨一体が発見された。首飾りの古墳人は火砕流の直撃を受けて、左足を軸に回転するようにうつ伏せに倒れていた。乳児の古墳人は頭骨しか残存していなかったが、幼児の古墳人は手足を大の字に広げて倒れており、開火砕流に巻き込まれた被災者であった。同年12月13から14日に、 取り上げ作業が行われた。形状を崩さないために樹脂でコーティングし、周囲の地面ごと切り離して回収された。周囲の地面ごと取り上げられた古墳人は、研究所で詳細な分析と、複度の除去が行われた。その結果、獅子の骨は、良好に依存しており、甲以外にも、トースやひさげ度を装備していることが確認された。身長は 164cm で、 年齢は40歳代であった。後頭部骨は悪壊していたが、顔面部分の骨は残存しており、慎重に取り出し作業が行われた。後に、この骨から、この人物のが面復元がなされ、トライ系の特徴があることが判明した。また、CT スキャンの結果、うつ伏せになっている頭骨の下に、兜が埋没していることが分かった。画像分析により、 カブトは5世紀から出現する、横萩板病流昇格付けカブトと呼ばれる、昇格付けカブトであることが判明した。横萩板によるしころと、小座根からなる方あたりが装備されていた。小根孔を身につけ、昇格付けカブトや矛、弓や、砥石など豊富な所持品を持ち、その状態で火砕流に巻き込まれた古墳時代人遺体の発見などというのはこれまでに、例がなく、 考古学史に残る貴重な成果となった。こう起きた古墳人をはじめとする湿度人骨を科学分析することで、その成分や形質的特徴から、出身地や当時の食生活、生業の種類など、具体的な古墳時代の生活、社会像を明らかにすることが期待されている。当人骨だけでなく、金井東浦遺跡と隣の金井下神殿遺跡は、 春名山噴火に一瞬にして巻き込まれたことで、市長許可を含む当時の集落全体が良好な状態で前没、発見されており、世紀の発掘とも形容される貴重な発見が相次いでいる。こう起きた古墳人の甲冑は群馬県渋川市の県埋蔵文化財調査センター発掘情報館で所蔵展示されている。 甲を着た、古墳人の発見を PR するため、群馬県及び、群馬県埋蔵文化財調査事業団は、ご当地キャラクターである群馬ちゃんを甲中で武装し、矛を持たせて、甲を着た、群馬ちゃんをデザインした。公開当初は、古墳人が調査途上であり、昇格付け兜が見つかっていない段階だった。このため、甲を着た、群馬ちゃんは、群馬県で多く見られる、 無人ニワの甲冑姿をイメージしてか、頭の兜は、無人ニワが装備しているような6世紀代から出現する縦新広板病流昇格付け兜様のものでデザインされた。しかしその後、CT スキャンにより、古墳人の頭部下から兜が見つかり、その形式が5世紀から使われている横萩板病流昇格付け兜であることが判明したため、 ぐんまちゃんのデザインも修正された。ありがとうございます。